この動画を最後まで見ると、あの超放課後祭をさらにさらに楽しめる。さらに。はい、どうもこんにちは。スタバンドへようこそ。超放課後祭、作業の紹介に熱が入りすぎて本日2回目です。レンです。ハイトです。こんにちは。いや、ほんとよ、ちゃんと2回目だよこれ。あのね、予定外。いや、俺だよ、俺1回にまとめたかった。お腹いっぱいだよ、うん、過去一かっていうくらいもう熱の高い、盛り上がったね、作業のくせに。作業のくせにじゃないかよ。超放課後祭の作業について、さしすせそのね、作業についてもう、こんな発見があるんだみたいな動画を1個上げときますんで、まあ、どっちが先に上がるか分かんないですけど、いや楽しみ、あっち先に上げて楽しみにしていてください。ということで今回は本当にマニアックすぎない、はい、超放課後祭の俺が伝えたかったポイントをね、前回やばかったな、そう、前回はちょっとマニア度がもうハイレベルすぎたから、今回はちょっとここを切ってほしいみたいな、はい、特に歌でね。あ、よかった、ちゃんと曲だでしょ。あ、よかったよかった。そう、 MC のどことかじゃないから、ちゃんとはい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズム超放課後祭パラボラのボーカル分析、レッツゴー、パート2。今回のココスゴポイント、はい、超放課後祭のココスゴポイントは、超放課後祭だからこそ生まれた最大級の裏声拳。最大級。そう、最大級の裏声拳。ここに来てね、もういろいろやってきたけど、はい、高校生のパフォーマンスの熱が乗って、よりもうブワーっていったやつがあるから、そのブワーをね、もう本当語彙力なくてごめんね。いい声で言うな。一回まず聞かせてみる。まあ、裏声拳とは何ぞやっていうと、はい、歌を歌ってる中であーっていうのがあったら、うん、裏声にひっくり、まあ、今回は語尾に入ってるから、うん、裏声にひっくり返るのをわざとやるイメージかな。あーって、はいはいはい、あーっていうのを入れる、はいはい、あーっていうのを入れるのが今回、そのあーってやってるだけじゃなくて、感情も乗った上での大きな裏声拳が入ってて、うんうんうん、まあ、まずちょっと何言ってるか分かんないと思うから、うん、一回聞いてみようか。で、その場所が2番サビ終わりの誓いを今立てようのうの終わり、はい、今立てようの後、うーの後にいい裏声拳、最大級裏声拳が入ってるから、後半部分語尾に注目してまず聞いてみよう。じゃあ行くよ。ほっ、いいけど最大級。まずじゃあ動きを見てもらおう、うんうん、動画で。動き動きを見てもらおう、まず。ライブやもんね。そう、ライブだから。新しいパターン来たよ。ライブだから。これが拳だっつーね、動きがあるから。動きで拳かさ、今の言ったポイントね。動きを。はい。じゃあ、まあこっちでもなってるから。うん。一回、カイトに見てもらう。じゃあ、行くよ。固い誓いは最大級。いや、意味分かった。いや、もうちょっと見せようか。縦に見せろ。これは見ないと分かんない。一回見せる。最大級意味分かんないでしょ。まあ、いや、いい、確かにいいけど、最大級は意味分かんない。動画見たの、これは最大級。なるほどね、うん、振り切ってるね。振り切ってるでしょ。これは最大級。前髪の鳴き方もう。いや、もう熱すぎるでしょこれ。いや、これは最大級だ。でもこれも動きも相まって、感情も相まって声に出てんだよ、やっぱ。なるほどね。今このちょっと外部のスピーカーで聞いてるから、うーんって感じだけど、イヤホンで聞くと
ピクってなる。俺なったもん。ああもうちゃんと流れる感じ。ここの裏声こぼしだけに注目して聞くと、うわ、ん、ってなる。トレモロ感か。トレモロ感はちょっとよくわかんないけど、うん、イヤホンで集中して音だけ聞いてて、うん、ってなってるところだけ聞くのでも、うわってなる。し、もう見ちゃったあなたは、うん、あの出てきて。映像出てきて聞いててこうなっちゃうかも。なっちゃう距離出てないんだけど、ここもすごいし、てかこの曲の CD とかってまあ入ってるけど、裏声こぶしが、うん、そこまで入ってないんだけど、うん、今回の超放課後祭のライブはもう裏声こぶしがまず2倍ぐらい回数が多い。はい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 、回数が多いし、一個一個の大きさも大きい、うん、で今のも結構大きかったし、もう一個最後のいつかきっとってラスサビの終わりもあるんだけど、はい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 、そこも大きい。そこはこれやって小さいわけないよね。いやそこやってんのかな、ちょっとまだ大きいのある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 。はい、はい、そこを一回ちょっと流してみて、はい、まあ、さっき最大級って言ったじゃん、うん、最大級を超えたスーパー最大級。スーパーサイヤ人どんどんリプレイしていくの裏声こぶしがあるから、これは映像見なくてもおーってなると思う。それがどこかっていうと、いつかきっとってラスサビの終わりで2回繰り返すじゃん、はいはい、うん、その2回目のきっとの語尾、はい、もう本当にラストのラストで藤原さんが全部出し切ったってやるとこがすごいかっこいいから、はい、そこじゃあ裏声こぶしね、とうの終わりに注目して1回聞いてみよう。いくよ。強いね、うん、強い。いつかの意もすごかった。ダブって聞こえるような、うん、裏声こぶし。いや裏声こぶしじゃないけど、うん、な何かわかんないやってるかわかんないけどいや説明できないそんなちょっと一回聞か一回聞いてみましょう。ちゃんと。ああ、ううがちょっと入ってる。ういういのういつか。うい息をいっぱい乗せてハスキーボイスにしてることによって、うんうんうん、和音感。和音、和音くん、なんかもう1個の音じゃなくて、うん、二重で聞こえる。例えばその声って、うん、あーってその隙間から出てるじゃん、うん、でその隙間から出てる声とか、あと窓がちょっと開いてて風がボーってなってるとかある、はい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 、その窓がボーってなってるとこが2箇所あって、その2箇所が合体してるみたいな、ボーボーみたいなのが合体した音みたいな。あー、そう、ダブってるか。そう、ダブってるか、はいはいはい、それがウィウの発迫力もあるんだけど、いつかいつかってなんか2、3個からってなんかいろんなとこから声出てる感じがダブってるか。へえ、そんなことできるんだ。 それが一瞬入って、さらに遠で最大級の裏声こぶし。もう最後の最後、気合入りまくり、気合入りまくりの、いつかきっと。いや、めっちゃいい。うん、いや、これは本当にこの日だからこそだと思うんだよね。そのさっきの言った作業も普段より強いし、うん、裏声こぶしも普段より多いし、うん、強いし、これ何かっていうと、やっぱり1時間50分ぐらいずっと高校生の熱いパフォーマンス見てたわけじゃん、うん、それでもうたまりにたまったものたちが藤原さんの中でね、もう全部出してやるみたいな、負けないぐらい熱く、 MC でも言ってたけど、はい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 、負けないぐらい熱く、もう歌に全部全てを込めて乗っけたみたいな結果が、ね、今回のこの細かい部分の熱につながって、あの素晴らしいパラボラが生まれてる。だって俺パラボラ CD とかライブとかの中で今までで一番いいパラボラだった。一番いいパラボラでしたよね。でしょ、うん、それはやっぱそういう感情もそうだし、うん、そういう感情の表現方法がそういう細部に現れてる。もう神は細部に宿るとかいう、はい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 、細部に入ってるからこそ響いたんだなって俺は思ってる。なるほどね。だからこんな熱が乗った今日は作業もそうだし、拳もそうだしびっくり。まさかの2回に分けたら、そう、まさかの2回に分けて、しかもちょっと短い動画にしようと言ったのに、そう思った、短くてない、そう思ったしっかりしたくなる。どんだけ今日喋んのってこれそれぐらいやっぱ超放課後祭のパワーっていうのは、不思議なエネルギーがやっぱあるんだね、高校生。いや、もうだって聞いてて疲れたもん。いや、疲れんなし、松岡修造見てるみたいな。いや、ちゃんと聞いてるから、うん、すごい集中して疲れた。でも君たちのやつはあるからね、この。そうなんです、そうなんです。ちょっと
どうしようか。そう、超放課後祭の動画今回ね結構いっぱい用意されてるんで、ぜひぜひスタバンドの超放課後祭の分析動画もコンプリートしちゃってください。はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズム超放課後祭のパラボラボーカル分析動画でした。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは超放課後祭で一番感動した部分、好きなシーン。これちゃんとしてる。さっきなんかもう作業とか言ってたから超放課後祭で一番感動した作業とか言ってたけど今回はもうシンプルに超放課後祭ここが良かったみたいなのコメント欄に書いてもらえるとぜひぜひ僕らも語り合えるんでね。それ高校生のパフォーマンスとかで、もちろんもちろんもちろん、もういいし、そのヒゲダンのここが良かったみたいな、あるだろ、ここで感動したとか、はいはい、そう、なんか松浦さんがめっちゃうるっと来てるシーンとか良かったじゃないですか、あれでうるっと来たみたいな、はい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 、人も全然もちろんいるわけだから、その自分が超放課後祭で一番好きだったシーンをぜひぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。やりきりましたね。いやーもうやっぱ熱乗っちゃうよねこれ。すごすごい、ヒゲダンも熱乗ってたし、なぜか俺らも熱乗るっていう、その。いや、いやこんな熱く語るの多分初めてぐらいだった。めちゃめちゃ作業でね。作業で意味わかんない部分で。意味わかんないところで、まあでもそうさせるんだろうね。なんかその高校生たちがだって本来あるべき行事が全部コロナで潰れちゃってんでしょ。そこでもうこもった熱たちがあのパフォーマンスで、その超放課後祭で爆発して、はいはいはい、それを見てそのバトンを受け取ったみたいなオフィシャルヒゲダンディズムがその熱を爆発させて、そのバトンを俺らが受け取って作業で爆発させたっていう、その作業で発したこの爆発をね、あのコメント欄でみんなに受け取っていただいて高校生のエネルギーの連鎖を続けていこうじゃないかと。すごい受け取りにくいバトンやな。